ニューオーダーニューオーダーはマンチェスターにて結成されたイギリスのテクノロックバンド、ポストパンクの代表的なバンドの一つ、ジョイディビジョンを前身とする。1983年のヒット曲、ブルーマンデーやヒップホップにおける代表的なプロデューサーであったアーサー・ベイカーと組んだコンフュージョンなどの楽曲により、現在でも最も影響力のあるダンスアクトの一つに数えられている。 ツアー中の行動の破天交差は、ハッピーマンデーズのメンバーをして、昇進証明の24アワーパーティーピープルと言わしめるほどである。2007年以降、事実上の解散状態にあったが、2012年2月に、ピーター・フック抜きで再結成したことを表明した。1980年、ヤンカーティスの自殺により、ボーカリスト検索しかを失った、ジョイ・ディビジョンは活動停止を余儀なくされた。 残された3人のメンバーは、話し合いの末、音楽活動を継続することを決意。以前に交わしたメンバーが一人でも欠けたら、ジョイディビジョンの名前で、バンド活動は行わないという約束に基づき、新バンドは、ニューオーダーと名乗ることになった。また、右与曲折の末に、バーナード・サムナーが、ヤン・カーティスに代わるボーカリストを務めることになった。1981年5月、 フルスのファクトリーレコードからシングルセレモニーでデビューを飾ると11月にはアルバムムーブメントを発表。これらの作品はジョイディビジョンの延長線上とも言える陰鬱なサウンドに彩られていたが同年12月のシングルエブリシングスゴーングリーンでは電子音を用いたエレクトロよりのアプローチを見せ新境地を開く。また1982年には 当時、モリスのガールフレンドで将来の妻であるジリアン・ギルバートを4人目のメンバーとして加えた。1982年5月には所属レーベルのファクトリーレコードの社長であるトニー・ウィルソンと共同経営の形でマンチェスターにディスコをオープン。ハシエンだと名付けられた。このクラブは英国の初期のクラブ文化の発展に寄与し、 1980年代終わりから1990年代初めにかけて世界中に衝撃を与えたメットチェスターやセカンドサマー・オブ・ラブといった音楽シーンを生み出す母体となった。1983年5月、セカンドアルバム権力の美学を発表。シンセサイザーを駆使し、前作よりエレクトロの要素を強めた作品となった。 この方向性をさらに進めたのが、続けて発表されたシングルブルーマンデーで大ヒットを記録した同作は12インチシングルとしては史上最も売れた作品となった。立て続けに発表されたローライフ、ブラザーフットの両アルバムは幅広い支持を受け、英国のチャート上位に食い込むなど商業的成功も収めた。5作目のテクニークは当時新しいクラブサウンドが芽生えていた。 イビサ島でレコーディングが行われ、流行を先取りした同作はアメリカ及びイギリスなどでゴールドディスクに認定され、名実ともに彼らの黄金期を代表するアルバムである。ファクトリーレコードの崩壊に伴い、ニューオーダーの6作目のアルバム、リパブリックはロンドンレコードから発表された。メンバーのソロ活動が影響したのか、前作よりも落ち着いた作風で統一されている。 アルバムの制作過程でメンバー間の対立が顕著になったこともあり、8月に行われたレディングフェスティバルでのライブを最後に活動を休止。日本ではこの後テクノブームが全盛期を迎えるが、ニューオーダーは逆にテクノシーンの中心から遠ざかっていく。メンバーは各自のソロ活動に専念することになった。1998年。 マネージャーの進言により5年ぶりに顔を合わせたメンバー、同年のレディングフェスティバルで復活ライブを行った。また、これ以降のライブではこれまで自粛していた、ジョイディビジョン時代の楽曲も積極的に演奏されるようになった。2001年のアルバム、Get レデ a d y は従来よりギターサウンドを前面に出した作品となった。スマッシングパンプキンズのビリー・コーガンが一部の レコーディングに参加したほか、アルバム発表後のツアーでも、サポートメンバーとして、ステージに立った。また、このアルバムを最後に、ジリアン・ギルバートが脱退し、サポートメンバーだった元マリオンのフィルカニンガムが、正式なメンバーとして迎えられた。2005年には8作目となる、Waiting for the Silence Call を発表。日本版には、ボーナストラックとして、クラフティの日本語バージョンが収録され、 フジロックフェスティバルでの来日公演の際にも演奏された。2007年5月、ピーター・フックは複数のメディアでバーナードとは一緒にやっていないと述べニューオーダーは解散したと明言。その一方でサムナーとモリスは ABBC ニュースに当てた文書を通じて正式に解散はせず今後も二人で活動を続けていくとコメントし、 事実上フックは脱退したとの認識を明らかにした。これに対しフックは、マイスプイス上の自身のページにて、バンドはもう終わった。残り3分の2に活動を続ける権利はない。僕にも3分の1の権利があると、改めて解散を宣言、交渉に応じるとも述べながら、裁判を示唆するコメントを残した。2009年、バーナード・サムナーは、 フィルカニンガムと無名の新人ジェイク・エヴァンスと共に、新バンドのバッドルー・テナントを結成。レコーディングには、ブラーのアレックス・ジェームスのほか、スティーブン・モリスも参加した。2011年9月、ニューオーダーとしての再結成ライブを行うことが発表された。また、ジリアン・ギルバートが復帰するものの、ピーター・フックは参加しないことが明らかにされた。ライブでは、フックの代役として、 バットルーテナントのレコーディングに参加したトム・チャップマンがベースを担当した。メンバーから外されたことについてフックはバンドを批判する声明を発表した。バンドは2012年に入ってもライブ活動を継続し、英国ツアーのほか、日本におけるサマーソニックへの出演も発表された。また、サムナーは年内に新しいアルバムの制作を開始する可能性を示唆している。 詳細は、ニューオーダーの作品のシングルアルバムそれぞれの項を参照。ファーストアルバム、ムーブメントの第1曲目、ドリームスネバーエンドは、フッキーがボーカルを担当。また、初期のシングル、プロセッションは、スティーブン・モリスがボーカルを担当している。当初は、メンバーそれぞれをボーカルとした編成で、担当楽器なども取り替えつつ、リハーサルを繰り返し、試行錯誤の末に、 後の編成にたどり着いた。ジリアン・ギルバートは、講師ともにパートナーであるスティーブン・モリスとの間の子供が難病を抱えていたため、1990年代後半のバンドの再始動以降は一部の曲のレコーディングを除き、ライブツアーなどバンドの活動には関わってこなかったが、2001年に正式に脱退が表明された。彼女のかけたツアーには後に、 正式メンバーとして加入するフィルカニンガムが代役を務めることとなった。ジリアンは2011年の再結成よりバンドに復帰し、以降はフィルを含めたこのメンバーで活動を行っている。前身時代とあまり変わっていないラフな演奏能力と逆に複雑化した楽曲構成とのギャップが音楽史などで物議を醸した。ステージの終了後、機材の不調で、 納得のいく演奏ができなかったメンバーが突如として、再びステージに現れジョイディビジョンの曲を演奏し始めたため、一旦ホール街に出かけた観客などが押し寄せ軽いパニック状態になり、主催者側から強制的に演奏が中止された。また5月1日の公演は、FMC 中継があった関係で、アンコールがなく会場内では相当なブーイングだった。日本テレビの深夜番組。 午後11時に出演し、ビザールラブトライアングルを生演奏で披露した。この日バーナードは、ランディ MC の T シャツ姿で登場した。サポートミュージシャンとして、スマッシングパンプキンズのビリー・コーガンが参加。ステージ脇の巨大スクリーンに、クラフティーの日本語版歌詞を表示し、ファンらと大合唱した。悪天候により持ち時間90分が45分ほどに短縮された。 大入り状態の中、ジョイディビジョンの曲を含む16曲が演奏された。詳細は、ニューオーダーの作品を、参照詳細は、エレクトロニックを参照エレクトロニックは、バーニーと、元、ザ・スミスのジョニーマーによるプロジェクト。ペットショップボーイズのニール・テナントなどが、ゲストアーティストとして参加。リベンジは、フッキーが中心となって結成されたバンド。モナコは、 フッキーがギタリーストであるデビッド・ポッツと1996年に結成したユニット。近年では2007年10月に再結成ライブを行っている。フリーベースは、フッキーの呼びかけにより、ザ・スミスのアンディ・ルークとストーン・ローゼズ、プライマル・スクリームのマニの3人のベーシストで結成されたプロジェクト。2005年に活動を開始し、アルバム1枚を発表した後、2010年に、 事実上解散した。ジアザートゥー2はニューオーダーの残り2人、スティーブン・モリスとジリアン・ギルバートによるサウンドユニット。詳細はバッドルーテナントを参照バッドルーテナントはバーニーが中心となって2007年に結成されたオルタナティブロックバインド。ありがとうございます。